んこんにちは、石木まうです。私はもう20年も誘導瞑想をお教えしています。この番組では皆さんに感情をコントロールする誘導瞑想の仕方を教えしようと思います。皆さんはただこれを聞いて眠るだけ、それだけで十分です。では今日のテーマはこれです。今日の誘導瞑想のテーマは家事を好きになるです。あなたは家事が好きですか？ちゃんといつも掃除、洗濯、料理、スイスイやっていますか？それがなかなかできない人たちがいますよね。どうも家事が苦手、家事はつまらないと思っている人たちがいます。それはどうしてでしょう？その人たちは家事の価値がわからないんですよね。だから面倒くさいことって考えていて、ああ面倒くさい、ああ面倒くさいって言いながら家事をしていたりしますよね。まず一つにはもちろん怠慢というのがありますが、でも結局こういうことはずっとやっていかないといけないことですので、好きになった方がいいですね。フラクタル心理学ではこの家事、家の中をきれいにするということは体の健康につながると考えます。家と体は同じようなもので、自分が家を掃除していると体の中でもいろんな免疫がうまく働くというふうに考えるんです。ですからこれはとてもおすすめです。つまり皆さんが例えば料理をする、掃除をする、それが全部自分の体の中でいい働きになっているとしたら、そしたらどんどんそれをやろうって思いますよね。特に女性は若返りたいですから、体の中がうまく動けばどんどん体が健康になり若返りますよね。ということでその家事の一つ一つの動きをこうやって体に結びつけて考えていきましょう。そうするとかなり家事が楽になっていくんですよ。つまり家事はとても価値があるもの、これをちゃんと頭の中に入れ込むことです。ではいつものように6歳の自分をイメージして、そこに大人の自分がやってきたと思ってください。では目を閉じてください。始めましょう。あなたはいつもめんどくさいって言っているよね。片付けがめんどくさい、着替えるのもめんどくさい、お風呂もめんどくさい、全部めんどくさいんだよね。それでもやらなくちゃいけないから本当にめんどくさいね。大人の自分はそれでとても困っているよ。今も家事がめんどくさくてたまらないんだ。お風呂に入ろうと思ってもお風呂を掃除するのがめんどくさいんだ。部屋も汚くなる、掃除しないといけない、ああめんどくさい。そうやって何でもかんでもめんどくさいと思うから、その度にストレスを感じて疲れていくよね。つまりめんどくさいっていうのは体が動きにくくなる呪いの言葉なんだよ。困ったね。未来の自分はあなたに教えに来たよ。あなたは自分がやっていることがどれだけ価値があることか分かっていないんだよ。家事は自分の体を健康にし運を良くする魔法の力なんだよ。掃除をすると体が健康になるんだよ。そして楽しみながら掃除をするとあなたの体の老廃物もすんなり出ていくよ。楽しみながら料理をすると美味しさが増すし、それを食べる家族もなんだか幸せになるよね。それはあなたの心の魔法のせいなんだよ。めんどくさいって言いながら作ったものよりも楽しいと思って作ったものの方がずっと効果があるんだよ。元気よく買い物に行くと頭がリフレッシュしてすっきりするよね。洗濯物を干してきれいになったものを取り込むとあなたの皮膚の老廃物もきれいになるよ。若返るね。家事は自分がやらされているものではなくて自分自身のためにしているんだよ。自分自身の体の健康、
自分自身の運を良くするため。家事を楽しくやればやるほど、あなたはどんどん運気が良くなるよ。体は若返る。素敵だね。だから楽しく掃除をしなさい。楽しく料理をしなさい。家事を楽しくこなす自分をかっこいいと褒めなさい。テキパキと仕事をするのはとてもかっこいいんだよ。大人の私はあなたが大好きだよ。いつも見守っているからね。